前のね、京都のインターハイで中南さんとね、あの決勝やったの。それがちょうどこんな感じだったんだ。吉田先生がね、吉田先生もうね、あの時点の京都のね、あのインターハイね、そっくりやられた、力あるから、ぜひとも吉田選手、地元のインターハイで優勝させてください。期待してます。おめでとうございました。どうも、ありがとうございました。よくなった、よくなった。どうも、ありがとう。お疲れ様です。いやー、なかなかのバスケットはね、芸術だよ。すごいな。これで3連覇したのか、この大会は。はい、そうですね。はい、そうだ、あのね、能代工業でも田臥勇太の時代に、ね、2連覇が3連覇してる。そしてインターハイも、国体もって3冠3年連続やってるんだよ。今年は君たちの年だぞ。頑張れよ。あ、おめでとう。よろしく。よろしく。あと面接後は箱も持ってきてください。あの私加藤博士と言います。いやーコーチね、若いコーチでね、一番若いコーチでインターハイ優勝したんだよ。あ、実力は全く変わりません。去年のね、やっぱり全国国の4番の方いるか、あの怪我した方。いや、もうちょっとホテルに残念だったな。実力ナンバーワンだと私は思います。頑張ってください。どうも。田中先生と私はね、ずっと長い間だ、あの友達でやってきてるんだ。私大変お世話になりました。帰ったらよろしくお話しくださいね。どうも、ありがとう。気をつけ。ありがとうございました。はい、どうも。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。